2030年代半ば、ガソリン車新車販売ゼロ、か。マリサ、そんなに険しい顔してどうしたの？政府が2030年代半ばまでに、ガソリン車の新車販売を禁止する方向で検討しているらしい。それじゃあ全部 EV になるってこと？ハイブリッドを含む電動車、燃料電池車が主流になり、従来通りのガソリン車は購入できなくなるのだろうな。環境への配慮が必要なのはわかるけど、車好きとしてはなんだか複雑な気分だね。まあ、確かに少しだけ寂しい気もするが、私は新しい時代の訪れにワクワクしているぞ。マリサは前向きだね。環境問題は車と切っては切り離せない問題だからな。マイナスに考えるよりプラスに考えた方がいいだろ。まあ、それはマリサの言う通りだね。今はどこのメーカーもカフェの対応に躍起になっているが、おのおののメーカーがあの手この手を駆使して対策する姿を観察するのも、結構面白かったりするんだぜ。そうなんだ。ところで、カフェって何？おいおい、霊夢。カフェを知らないのか、ネットニュース見てたら嫌でも目にするだろ。これから勉強しようと思ってたの。いいか、カフェとはコーポレートアベレージフューエルエフェセンシー。企業別平均燃費基準、要するに車の燃費規制のことだ。詳細は割愛するが、カフェは世界的に年々厳しくなっていて、だからこそメーカーは、環境性能の良い車作りに励んでいる。カフェをクリアできなかったらどうなるの？例えば、環境規制を絶賛強化中の欧州市場なんかは、基準をクリアできない場合に罰金が課せられるらしい。じゃあ、燃費の悪い車を複数ラインナップしている高級車ブランドやスーパーカーブランドは大変だね。何か対策はしているのかな？ああ、もちろんだ。例えば、V12 でおなじみのベントレーは2030年までに内燃機関と決別して全車 EV にすることを決めた。フェラーリやランボルギーニも、今後は続々とハイブリッドスーパーカーを販売していくだろう。どこのメーカーもバタバタしているんだね。環境規制への対策は何も最近始まったわけじゃない。アストンマーティンなんかは2009年の時点で、カフェ対策のために小型車を作ると発表していたからな。アストンマーティンが小型車。急に大声を出すなよ。こっちがびっくりするだろ。2020年以降はジェームズ、ボンドも環境に配慮した車に乗る時代なのか。その小型車っていつお披露目されるのかな？いや、とっくの昔に発売して生産終了になったぞ。この流れ、絶対しくじり車じゃん？霊夢、シグネットのことを知らないのか？初耳です。それじゃ、今回はシグネットについて解説しよう。ある意味、DB11 や DBX よりも高性に名を残す車だぜ。この嫌な予感は絶対当たるやつ。アストンマーティン、シグネットは、2011年、2013年に販売されていた車だ。全長 3078mm、全幅 1680mm、全高 1500mm と、全幅以外は軽自動車よりもコンパクトなんだぜ。なんか、既視感あるんだよな。顔つき以外は普通の車って感じだね。そりゃそうだろ。ベースが IQ なんだし。IQ ってもしかしてトヨタの？ IQ はトヨタのシティコミューターだ。2008年から2016年まで販売されていた。やっぱりそうだよね、似てると思った。なんで IQ をベースに開発したんだろう。ドイツで開催されたニュルブルクリンク24時間耐久レースで、その当時トヨタの副社長だった豊田章男とアストンの CEO が、個人的な交流をしたことがきっかけらしい。へぇ、車ってろんなことから誕生するんだね。もともとアストンマーティンは、環境規制対策として、小型車をラインナップに加えることを検討していた。しかし、一から開発するには時間がかかりすぎるし、そもそもアストンが小型車を売るって博打すぎるよな。その他もろもろの観点から、なかなかゴーサインが出なかったんだ。そんな時、豊田章男社長に出会ったってわけだ。あ、当時は社長じゃなくて副社長だったっけ？アストン CEO のウルリッキ、ベッツは、トヨタの IQ を大層気に入っていたらしい。IQ のシャシー性能やサイズ感、ステアリングフィールなどがアストンの求めていた小型車のベースに最適だったそうだ。IQ がベースなのは、そんな事情があったんだね。こうして、アストンマーティン、シグネットは誕生した。シャシーは IQ と共用だが、
外観はほぼ専用設計なんだぜ。フロントマスク以外すべて共通だと思ってた。具体的にはどんなところが IQ と異なっているの？まずはシグネットの外観デザインを解説しよう。霊夢の言うように、最大の違いはフロント周りだ。ヘッドライトの形状は IQ と同じだが、内側にダクトを設けたことで、精悍な印象を強めていることがわかる。バンパー中央に配置されたアッパーグリルは、アストンのアイデンティティである、ブライトフィニッシュグリル。ボンネット上部のエアインテークは DBS と共通のもので、一目見るだけでもアストンの車であることがわかるよな。そう言われると、ますますアストンの車に見えてきたよ。これが高級車メーカーのブランド力の魔術か。続いて、シグネットのサイドビューを見ていくぜ。ボディサイドは違いが最もわかりにくい部分なんだ。フロントやリアなんかよりも差別化が難しいしね。見たところ、キャラクターラインも共通なのかな？ああ、ドアパネルとリアフェンダーも共通だからな。じゃあ、どこに違いがあるんだろう？あ、フロントフェンダーってもしかして。ビンゴだ、霊夢。シグネットには IQ になかった、ダクトフィンがフロントフェンダーに設けられている。また、ホイールもシグネット専用デザインだし、サイドスカートも装着されていることがわかる。ドアハンドルにも高級感がプラスされているね。どれも些細な変更点ではあるけれど、高級車にはこういった演出が大事だよね。最後はシグネットのリアデザインだ。最大の変更点はテールランプの造形だな。フロントマスクと同じように、テールランプにもアストンマーティン独自の衣装が反映されている。DB9 や DBS と同じ U 字型のデザインになってる。テールランプの形状が変わるだけで印象が全然違うね。エンブレムは当然アストンのものへと変更され、リアバンパー下部にスポイラーが装着されているな。あとは無駄に存在感あったトランクオープナーがゲート中央から下部へと移設されているくらいか。リアも細部の衣装変更が中心なんだね。それにしても、衣装が少し変わるだけでこんなにも印象が違うとは。外観デザインだけでそんなに感心していたら、内装デザインを見た時に驚いてひっくり返るぜ。え、内装デザインにも違いがあるの？シグネットは IQ の OEM みたいなものではあるが、高級車の雰囲気がちゃんと感じられる仕上がりだぞ。どんな内装に仕上がっているんだろう？シグネットの内装デザインを解説する前に、まずは IQ の内装デザインをチェックしてみよう。結構個性的な内装デザインなんだね。中央のトライアングル形状が良い味出してる。縦に並んだエアコンダイヤルなど、当時のトヨタらしいインテリアだな。ちょっと安っぽい印象は感じるけど、ドアトリムの造形なんか凝ってるよね。この内装をアストンが仕上げるとこうなる。おお、ちゃんと高級車になってる。レザーがふんだんに使用されているね。内装全体にわたるレザーの使用量は、なんと DB9 とほぼ変わらないらしい。なんてこったい。IQ には悪いけど、さっきの安っぽい印象は一切ないよね。まあ価格帯が異なるから単純比較はできないけどな。とはいえ、確かにシグネットの内装は素晴らしい。だが、使用している材質の違いはあれど、IQ の内装を有用している部分も多いんだぜ。え、そうなの？わかりやすい部分で言えば、センターコンソールだな。ドアハンドルの形状なんかもほぼ IQ と同じだぞ。メーターパネルも数字などは変更されているが、基本となるデザインは IQ のものと変わりはない。確かに、よく見ると共通している部分は多いね。IQ の内装あっての上質な内装ってことなのかな。IQ の素性の良さを活かしつつ、アストン独自のテイストをしっかりと盛り込んだ車がシグネットというわけだな。知れば知るほど、元がトヨタ車だとは思えないよ。もちろん、パワートレインや足回りなどベースの IQ から変更されていない点もあるぜ。そうなんだ、意外だね。シグネットが搭載しているエンジンは、1.3 リットル、直列4気筒 NA エンジンだ。最高出力は98馬力、最大トルクは125ニュートンメートルを発生する。この通り、数値自体は IQ のスペックと変わりはない。本当だ、高級車に乗り慣れている人にとって、シグネットのスペックはどんな風に感じるんだろう。ベースの IQ 自体、走りに関わる部分は決して悪くない。とはいえ、物足りなさを感じた人は多いかもな。続けるぜ。シグネットの駆動方式は FF オンリーだ。トランスミッションはトヨタのスーパー CVTI。もちろん、IQ と同じく 6MT も設定されていたが、富裕層向けの車だから需要は少なかったと考える。
外観や内装には色々と変更点があったけど、シグネットの車両重量に変化はなかったのかな。ベースの IQ が 930kg に対して、シグネットは 988kg だ。静粛性を高めるために、消音材も追加しているからな。走り重視の車ではないし、多少の増加は許容範囲かな。だけど、アストンマーティンから発売されている以上、ハイパワーモデルの設定があってもよかった気はするね。一応、スーパーチャージャー付きエンジンの供給をアストン側からトヨタに打診したことがあるそうだ。良い返答を得ることはできなかったみたいだがな。そうなんだ。トヨタ側の返答次第では、シグネットにハイパワーモデルが設定されていたのかもしれないね。あるにはあるんだけどな、ハイパワーモデル。なんだ、あるなら先に教えてよね。顧客の要望によって誕生したワンオフモデルだから、あると言っていいのか微妙なラインじゃないか。それはそうだね。で、どんなモデルなの？その名も V8 シグネット。旧バイアストンマーチンによって製造されたシグネットのハイパフォーマンスモデルだ。旧バイアストンマーチンって何？アストンのパーソナライズサービスチームのことだ。簡単に言えば、オーダーメイド部門ってことだな。ただでさえマニアックなシグネットにオーダーメイドって、どんな顧客なんだ？ V8 シグネットという社名から察しがつくだろうが、搭載するエンジンは 4.7 リットル、V 型8気筒エンジン。3代目モデルのバンテージ S と同型のエンジンで、最高出力430馬力、最大トルク490ニュートンメートルを発生する。そんなバカでかいエンジンをシグネットに、そもそもあのボンネットに収まることが驚きだよ。0100km 加速 4.2 秒、最高速 274km を叩き出すモンスターマシン、V8 シグネットの姿がこちらだ。いやいや。ネタ枠でしょ、これ。アストンマーティンは至って真面目だぜ。確かに、取ってつけたようなフェンダーは気になるけどな。V8 シグネットの価格は明らかになっていないが、とんでもなく高価であることは間違いないだろう。まあ、ワンオフだしね。ちなみに、普通のシグネットはいくらだったの？発売当時の価格は約409万円から、遅れて登場した日本使用車の価格は475万円から、となっているぜ。あれ、でも意外とリーズナブルかも。500万円以下でアストンに乗れるってことでしょ。しかし、ベースの IQ は129万円スタートだぜ。いくらアストンでも3倍近い値付けは高くないか。そうね、IQ の値段を聞くと高くも感じるけど。でも、アストンのお客さんなら安い金額でしょ。霊夢、シグネットはしくじり車なんだぞ。販売が好調なら3年弱で生産終了しないさ。確かに。魅力的な車だけどなぁ。シグネットはなんでしくじっちゃったんだろう。アストン CEO によれば、ベースの IQ が生産終了になるから、仕方なくシグネットも生産終了を決めた、という感じらしい。そっかぁ、地味に IQ もしくじり車だもんね。IQ が売れてたら違う未来があったのかなぁ。というのは、建前でな。実際のところ、シグネットは全然売れていなかったんだ。シグネットは当初、年間4000台を販売目標にしていた。しかし、実際の販売台数は150台にも満たなかったそうだ。超絶不人気じゃん。販売期間が約3年だから、450台前後ってこと。150台という販売台数は、年間ではなく累計だぜ。つまり、シグネットは年間50台しか売れなかったんだ。販売目標の 1.3% しか売れていないって、控えめに言って見通し甘すぎるよね。普通はそう思うよな。しかし、アストン CEO はシグネットの失敗をトヨタのせいにしたんだぜ。え、どういうこと？アストンはシグネットを北米市場でも販売したかった。しかし、北米ではすでに IQ が販売不振だったこともあって、トヨタが難色を示したらしい。理解を得られなかった、とな。また、さっきも言ったが、アストンはトヨタに対して、スーパーチャージャー付きエンジンの供給を打診した。しかし、これも実現することはなかった。そんなことがあったんだ。シグネットはハイパワーモデルを設定した上で、北米市場で販売すればもっと売れていた。というのがアストンマーティンの見解だな。それはアストンの言う通りかもね。なんだかちょっとかわいそうかも。かわいそう、それはちょっと違うな、霊夢。
販売目標の 1.3% しか売れていない時点で、アストンの力不足であったことは明らかだ。仮にシグネットにハイパワーモデルがあったとしても、販売目標に達するほど挽回できるわけではないからな。アストンもトヨタもビジネスをやっているんだぜ。トヨタも利益が見込めないとなれば、そりゃ難色を示すさ。それもそうか。にしても、アストンに対して辛口だねー。アストンマーチンが他社を批判するような格好悪いブランドになってほしくないだけさ。買うお金もないのに、DB11 のオンライン見積もりする程度にはアストンのこと好きだぞ、私は。いや、それは意味わからんわ。とまあ、愚痴はこの辺にしておこう。さて、話をシグネットに戻すぞ。それで、結局シグネットはなんでしくじったの？シグネットはアストンの顧客のセカンドカー、サードカー需要を満たす目的もあったんだが、正直、コンセプトは悪くなかったと言える。しかし、アストンマーティンという高級車ブランドと、シグネットのパッケージングの相性はあまり良くなかった。つまり、どういうこと？ハーレーが原付を発売しても買わないだろう。しかも、その原付は普通の原付の3倍高いんだぜ。ハーレーが原付って、こんな感じ？あくまで例えだよ、例え。車好きの視聴者にオートバイ好きのノリを持ち出すんじゃない。とはいえ、何かが少し違ったら爆発的なヒットに繋がっていた可能性も否めないところが面白いよな。今後、高級車ブランドからシグネットのようなシティコミューターが登場することはあるのかな？まあ、難しいだろうな。どの高級車ブランドもアストンの二の舞にはなりたくないはずだし。それもそうだね。さて、今回はこの辺で終わりにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価も待っているぜ。それじゃあ、またねー。